はい、清流郎さんの落ち葉、サイズが17センチです。お願いします。はい、こちらも赤茶色っぽい落ち葉ですね、黄色い、落ち葉ですね。どうしてもぼやけやすいですけども、色が濃いしっかりとしたタイプです。ですのでこの字体がですね、模様がしっかり見えます。この空鯉の上にですね、この赤っぽい茶色の紅が乗っているためはっきりとしております。これは赤白で紅白と考えていただいたときも非常に紅白模様としてもいいんじゃないでしょうか。際もよくですね、飛び火パラパラしたとこもなく、しっかりとした落ち葉ですね。楽しみな一匹です。はい、色合いがしっかりしてます。はい、しっかり巻き回り太鼓もありますね。はい、こちらも際のしっかりとした落ち葉です。お腹です。非常にいいものだと言えますよ。三段模様でいいですね。このまま大きくなった時も楽しみです。はい、そうですね、大きくなっても見栄えするものじゃないでしょうか。こちら清流郎さん持ち場でサイズの方が17センチです。ぜひよろしくお願いいたします。